背番号と名前を教えてください。はい、背番号7番有馬理子です。ポジションはミッドフィルダーフォワードわかんないです生年月日は2000年の2月5日生まれです。はい、出身地は宮崎県延岡市です。宮崎県の延岡の方言を一つ教えてください。方言、うん、なんだろう、延岡、うん、あ、なんとかげなっていうどういう時に使う？ね、入りますやば。何の時かな、語尾、なんか、そう、なんか例えば沢に、沢が自分に何か言ってきて、それを他の人に伝えるときに、なんとかだってみたいな感じで、なんとかゲナって言います。はい、じゃあ次、好きな食べ物は？好きな食べ物は牛タンです。へえ、タン好き。タンね、何、嘘じゃない焼肉行ったらタン食べます。次、じゃあ好きな季節は？季節は春か秋。そうなんだ。なんか暑いのもあんま好きじゃない、寒いのも好きじゃないから、ちょうどいい、ちょうどいい時がいい好きな教科は？好きな教科、五教科、五教科の中だったら、なんだろう、数学かな。でも得意そう。その中だったら数学、勉強できそうだもん。好きなアイスの種類？好きなアイスの種類、うん、ジャンボか、うん、オトボケくん。何オトボケくんって？トライアルで売ってるよ、ね、九州かな、うんうん、なんかバニラとチョコと、バニラ、こっちがバニラでこっちがチョコになってる。見たことない。トライアルでできちゃった。好きなタイプは？好きなタイプ、まあ、優しいは絶対、あとはなんか尊敬できるっていうか、なんか高め合える人。デートで行ってみたいところは？デートで行ってみたいとこは、行ってみたいとこ、ドライブかな。ドライブ、海、海ね、海ね結婚式で着たいのはウェディングドレスか、ウェディングドレス。ウェディングドレス。なんか黄色とか似合いそう。黄色着たい。黄色着たい。ね、可愛いよね。うん、じゃあ人生で一度はやってみたいこと。人生。今まではバンジージャンプやってみたいって思ってたけど、やっぱ怖いなと思って、うん。でもあれしてみたい、あのなんだっけ、パラシュートって言うんだっけ。ああ、スカイダイビング。そうそうそう、そういうやつやってみたい。一回だけね。そう、バンジージャンプ、今まではずっとバンジージャンプって言ってたけど、ちょっとやっぱ怖いなって思ってる。同じじゃない？いやでもなんかさ、なんだろうね。パラシュート。パラシュート、このなんかさ、こうやって丘みたいなところ。あれね。はい。じゃあ最近嬉しかったこと。最近嬉しかったこと？なんだろう。休みだったこと。オフね。オフが中断期間でね。はい、じゃあオフの日は何してますか？基本は外に出てるかな。うん、なんか買い物行ったり、カフェ行ったりとか、基本外に出てます。最近一番笑ったこと？一番笑ったことはみんなあのいおりさんのくも事件話したけど、マジでそれ。相当だったんだ、ね。いやもう自分間近でもう隣で見てたが、ここにいおりさん歩いてて。いおりさんがここにこのマジでっかいやつに引っかかってもういよーみたいな。そんなのすごかったよ。もうなんかね、糸がもうやだ、めっちゃ伸びてて、もう自分らはもう後ずさりして笑ってた。やだ。サッカーを始めたきっかけは？はお兄ちゃんです。それまではバレーやってた。あれ、踊る方のバレー？でもやってそう。またヤジ入りました。今履いてるスパイクのメーカーは？水野です。水野、ずっと水野？そうけど、ヒュンメルを去年かなぐらいに履いて、うんうんうん、それもまあ履いてます。うんうんうん、まあどっちか、ネオか。
どっちかです。あるは来ないで、マジ仕事できます。あるはマジ仕事できますよ。すいません、すごい。あるは仕事できますよ、マジで。逆光でちょっと顔が見えないです。あ、そんぐらいがちょうどいい。コメントしてください。あ、逆光でちょうどいいよ。イエーイ。サッカーで思い出に残ってる試合とかありますか？思い出に残ってる試合か、なんだろう。あ、じゃあそれでね、自分言いたかったことあったの、ね、自分小さい時からアップとかめっちゃ嫌いで、小学校の時に、なんかアップ嫌いだから、なんかアップしたくなくて、ね、試合前に、で鼻に自分で鼻にボール当てて鼻血出してたことが、やばー。そしたらなんかめっちゃ鼻血出るようになった。だから試合中とかも出て帰られるみたいなのがありました。やっとね、鼻血少なくなった、落ち着いた。やばいね。小学校の時だからめっちゃ出てた。なんかね、マジ嫌いだったな、アップが。やばいね。そう、練習とかもあんま好きじゃなかったけど、今はちゃんとやってます。大人になりました。大人になりました。じゃあ最後に、はい、応援してくださる皆様へ一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。反省もあるんですけど、しっかり勝って皆さんにたくさんの勝利の笑顔を見かけられるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。